皆さんこんにちは。メンタルトレーナー目標達成ナビゲーターの西田敦美です。今日はですね、よく私が社会人の方に言うのは、世の中は RPG だって言うんですね。RPG って何かというと、ロールプレイングゲーム、ロールプレイングゲームと言いながらですね、有名なのが「ファイナルファンタジー」とか「ドラゴンクエスト」、こんなこと言ってますが、私ゲームをほとんどやらないので、このメジャーな2つのゲーム全く知りません。でもいつもですね、社会人に言うのは、世の中とは信用と信頼を勝ち得るゲームだって言っています。だからビビるなって、ゲームだから。ゲームだと思えば楽しいじゃないですか。例えばこれがゲームだとしたら、こんなゲームやりたいですかって言うんです。例えばですね、ゲームであればどんどんこうレベルアップしていって、敵が出てきてですね、その相手が強かったり難しかったりすればするほど熱くなったり燃えるじゃないですか。戦ってこうレベルアップするの楽しいじゃないですか。それなのに、例えば社会人 RPG、 世の中のね、信用と信頼を勝ち得る社会人 RPG っていうゲームだとすると、どうして敵が出てきたり、また問題が多くなるとすぐにやる気がなくなったりへこんだりするのか。でね、これは自分がゲームの主人公であるってことを自覚してないからなんです。だからいつも言うんですけど、人生は一度きりだから、あなたはあなたの人生のゲームの主人公なんだ。あなたがゲームの主人公なんですから、やっぱり最後っていうのは、ゲームはやっぱハッピーエンドでゲーム終わりたいじゃないですか。そうですよね。終了したいじゃないですか。だから今目の前がもしうまくいかなくてハッピーじゃなくても、主人公、皆さんが主人公ですから、頑張り次第ではやっぱり絶対最後ってハッピーエンドになるわけです。だからもう今日からゲームをハッピーエンドにするためにチャレンジしてみてください。主人公はあなたですよ。西田敦美でした。ナンバーワン。